急いで来たにゃー。集まってくれたんだよ。ここはニャンケービーのライブ会場じゃなくて、今日の主役はジバニャン。お友達はジバニャンに会いに来てくれたんだよね。ちょっと待つにゃ、オレっちがお客さんでニャンケービーを見に来たんじゃなくて、オレっちが主役でこのたくさんのお友達がお客さん。じゃあジバニャンに会いに来たほうがいい。感謝感激にゃん。でもこんなことになるなんて夢にも思ってなかったから、何をしたらいいかわからないにゃん。心配ご不要です。ここはバッチリお姉さんが準備してあるから大丈夫です。助かったにゃん。ところでお姉さん誰にジバニャン。お姉さんはお友達とジバニャンを楽しませるためにお手伝いをするから、ジバニャンもみんなを楽しませるように頑張ってね。よくわからないけど俺っちに任せろよ。ジバニャンよろしくね。さあそれではジバニャンが来てくれたところで、まずはみんなでケラケラポーの踊りを踊りたいと思います。一緒に踊ってくれるお友達はその場所に立ってください。ゲラゲラポーのダンスを踊っちゃいますよ。はい、それではお手手がぶつからないように、みんなお手手をこんな風に広げてみてください。はい、そしたらぐるぐるぐる一周回ってみましょう。お友達と手ぶつかってないかしら、大丈夫かな。はい、お友達ぜひ立って一緒にダンスを踊りましょうね。はい、お友達と、ね、足や手がぶつからないようにちょっと間隔を空けてもらってダンスをしたいと思います。はい、大丈夫だよね。はい、ではもうゲラゲラポーのダンス、みんな覚えてくれたと思うんだけれども、繰り返してみてるところ、まずはみんなで一緒に練習したいと思います。じゃあ手をこんな風に準備してください。はい、手を出せたら、お姉さんって今日マイクを持ってるので本当は両手こうです。はい、両手出してくださいね。はい、その手をお顔の前でシャッシャッってやったら、ポーと手をこんな風に指を上に上げてください。これも両手です。はい、両手をこう上に上げてみてくださいね。その時に膝をこうちょっと曲げると可愛く決まるのでやってみてください。さあみんな大丈夫かな。じゃあ一回練習してみますよ。じゃあお手手、両方の手を準備してください。いきますよ、せーの、ゲラゲラポー。もう一回、ゲラゲラポー。バッチリ、とっても上手だね。はい、それでは本番、音楽に合わせてやってみたいと思います。ジバニャン、準備は OK？ OK ニャン。それではジバニャンとお友達と一緒にゲラゲラフォーのダンス、一緒に踊ってみましょう。それではミュージックスタート。でもぐるぐる
それでは次のコーナーに行ってみたいと思います。次は消防防カズ拍手ゲームです。イエーイ。
応援が弱いんじゃない、ジバニャン。大丈夫はい、じゃあね、ジバニャンチームに負けないようにおまさんチームもやってみたいと思います。じゃあね、今のジバニャンチームがとっても良かったので、負けずにお腹に力を貯めてやってみようね。はい、じゃあみんな手を出してください。いきますよ、ちょっと思います。